はい、バイバーイ。おお、すげえ、見た、汗びっしょり、壁に張り付いた。スパイダーマンやっていきます。なんか前回さ、また新キャラ出てきてね、超面白いな。ハドソンタウンのエージェント、状況。どうしたの？セーブルインターナショナルって知ってる？待って、国際的な警備会社みたい。いつもは政府に雇われて、その国の革命を阻止したり、もしくは始めたり。町が喧嘩っ早い傭兵だらけになるのだけは勘弁。うわ、SNS が炎上してる。彼ら町中に検問所置いて、所持品検査してるって。ありえない。つまりノーマン・オズボーンが怯えてるってことだよ。前回作れなかったスタークスーツいけますね。スパイダーブラザーを呼び出し、一時的に戦闘支援を行わせる。あー、なんかあれだよね、映画でも出てきましたよね、ちっちゃいなんかスパイダーマンのさ、ロボットみたいな。あ、ロボットじゃないか、スパイダーマンロボットじゃなくてスパイダーボットみたいなやつかな。おお、マジホームカミングのやつじゃん。マジでちょうど今犯罪あったっぽいから使ってみよう。よいしょ、大惨事になる前にどうにかして止めなきゃ。よいしょ、おーっと待って、駐車場で小競り合い、ほんとニューヨーク。やべやべ、待って、使えるスパイダーブラザー。なになになに、え、強くない？何が起こった？もう終わった？え、強くない？どういたしまして、おっかない兵士のみんな。軍の検問所で銃撃戦が起きてる。ここって本当にニューヨークだっけ？これあれやん、前回出てきたさ、セーブル、シルバーセーブル？なんだっけ名前。このやつら、あの女のやつだよね。あのユリのさ、同僚っぽいけど、なんか怖いやつだよね。急になんかさ、スパイダーマン捕まえてきたやつらだな。あ、また犯罪ある。犯罪トークンが欲しいんじゃーい。遅すぎた。あー、逃げられたか。トラックを止める系か。よし、到着。フィーストか。リーさんいるかな。いないんだろうな。ピーター、リーさんが留守の間おばさんが切り盛りするなら、おばさんの仕事は誰が？私よ、いつも人手不足なの。いい人いない？一人いるよ、マイルズ・モラレスっていう子。あ、マイルズか。聞いたことある名前ね。お父さんが名誉勲章を受賞して。ああ。葬式で話したんだ。頭のいい子でさ、でも落ち込んでて。昔の誰かさんみたいね。あの時は忙しくすることで気が紛れた。だからあの子も。これお母さんの番号。ありがとう、電話してみる。ねえ、リーさんから連絡はあった？いいえ、なぜ？別に、まだ仕事まで時間あるし、何か手伝えることがないかちょっと見てくるよ。あら、別にいいのよ。いいから手伝わせて。リーのオフィスを調べよう。リーさんな、なんか怪しいと思ったけど、やっぱりダメなやつだったな。元気そうで安心した。なんとかね、オフィスに鍵が。どうやったらバレずに入れるかな。なんだあれか、大丈夫これ、大丈夫、いいの？見られてない？この部屋初めて見た。こっちかな。なんだこれ、高圧線なんて何に使ってるんだろう。分かってます、でも口座番号はリースの。あ、おばさん、おばさんいる。オフィスを調べる。通気口から見えた部屋はきっと祭壇の裏側にあるはず。リーの日記。あ、鍵だ、鍵。
鍵を取る。鍵だ。何の鍵だろう。お、ウィルソン・フィスクが逮捕された。まだ信じられない。計画を遂行する日、夢にまで見てきた日がついに訪れた。あ、なんかもうずっと前から計画してんなんか。リーは葛藤してる。本当はこんなことを望んでなかったのかな。あー、鍵があるからいけるんか。うん、写真の裁断、何か足りないみたいだな。何かありますか。リーはニューヨークに貢献してきた。こんな闇を抱えていたなんて信じられない。なんだこれ。リーの父親が彼に聞かせてた怪談話。調和でのみ従わせることのできるデーモンか。覚えておけと父は言った。デーモンの力は調和でのみ従わすことができる。調和がなければあの化け物は支配しようとする者に牙を剥くだろうと。ここは？あ、なんかマーカー出てんじゃん。これか。この下？なんだ？あ、開ける？あ、鍵穴あった。パズル式の鍵かな。何これ？回転させる？なんぞ？合ってそう。合ってる？これで？ああ、なるほど。なるほど？何を言ってるか全くわからない。あ、これも回せる。真ん中も回せるわ。やった！お、来た！オープン。なんか普通になんかあの陰と陽のマークにするだけでいいのか。うわ。なんだこの部屋。あ、マスクあるじゃん、デーモンの。まあそうだわな。リーは仮面に取り憑かれてる。なんかユングっぽい。じゃあ負の感情を解放するために別の人格を演じてたってこと。悪魔を演じてるうちに悪魔になっちゃったのか。全部ノーマン・オズボーン絡みだ。ずっと追い続けてる。随分と執着してるな。なるほど。あれなんかさ、 MJ が行ったあの美術館のさ、あのレプリカのやつ見た時すげえ怪しかったもんな。闇の力が体にみなぎっていくのがわかる。父は私が正気を失ったと言うだろう。理解できるはずもない。あの怪物を倒すためには怪物になるしかないんだ。なるほど。うわ、なんかネガポジじゃん。あれかな、デーモンのパワー使ってるとカラーに見える。そんなことある。うわ、オークション会場で MJ が見つけたファイル。ああ、これでリーの次の計画がわかるかも。う、なんだ罠か。トラップだ。証拠隠滅用の。あ、オッケーオッケー、いけた。おばさんが見つけてたら考えるだけでゾッとする。うん、確かにこのトラップでね、怪我するパターンもあるしな。また地下室か。で、ここって出口あるの？秘密の部屋を出る。あ、通気口あるよ。使えないか。なんだこれ。あ、これドアをロックしちゃうのか。ピーター。あ、リーさん、確か出張中じゃ。探し物は見つかったかな。マーティン、戻ったの？やばいぞ。
ありがとう。残念だがまたすぐに立つんだ。荷物を取りに来てね。視聴者のこと聞いたでしょ。ああ気の毒に。ピーターもいたの。無事でよかったわ。オズボーンの集会に彼のファンだったとはね。まあ二人とも無事で何よりだよ。本当に犯人はまだ捕まってません。また何かしでかすかも。君やメイが心配する必要は何もないだろう。余計なことに首を突っ込まない限りはね。それじゃもう行くよ。いつ戻るの？すべて片付いたらね。なんかもう悪そうな喋り方なんだけど。なもうキャラクター変わったね、リーさん。がっかりだよ。目光っとるもん。カラコンか？光るカラコンが出たんか？うわ、後ろおるじゃん。ちょっと待った！これってえ、これホームレスの人じゃない？今のって違う？このフィーストの操ってんだ。こちら渡辺。やっと証拠ゲットしたよ。チャイナタウンのフィーストセンターへ。そこは何なの？メイ・パーカーっていう素敵な人がいる。それとリーのオフィスで妙なものを見つけた。それはそうと、また攻撃するつもりらしい。いつ？どこで？今調べてるとこ。でもデビルズ・ブレスって名前のものを使うみたい。やばそうな名前ね。何なの？オズコープが生み出した物質、生物兵器か何かじゃないかな。それに関するファイルを見つけた。今は渡せないけど、後でコピー送っておくよ。分かった。オフィスを調べてみる。証拠が上がったら彼を指名手配するわ。 MJ、調子はどう？ピーター、ねえ、かけ直していい？今話しといた方が。また、なんでひそひそ声？ちょっとバタバタしてて。お、なんか男と会ってんじゃないのか？夕飯食べながら話さない。おい、男だろう。ああ、もちろん。浮気じゃないか、浮気。僕が作るよ。浮気してんだろう、どうせ。待って、リーの闇落ちタッチの話を教えてくれただろう。それさっき目撃したかも。え？気のいいホームレスたちが突然飛びかかってきたんだ。あ、やっぱそうか。目が光ってて。それでユリもショッカー逃がした監視のことで似たようなこと言ってたのを思い出して。じゃあショッカーはリーと組んでたってこと？そういうことだったの。それだけじゃない。でも残りは夕飯の時に。うん、またね。夕飯か。ああ、何作ろう。いやー、ちょっとなんか話がどんどん進んできた感じするね。スキルポイントが溜まってるんで、いくつかスキルを取っていこうと思います。移動系に便利そうなやつを2個取って、高度を下げずにウェブジップするやつと、あとなんか着地の瞬間に×ボタンでなんかさらに加速できるやつと、あとウェブストライクダメージ増加、あと空中攻撃よくするんで空中攻撃ダメージ増加取ります。あと、致命的なダメージを受ける前にスローモーションになるやつ。これなんか使えそうだね。1回の戦闘で1回使えるみたい。あと2ポイントあるけど、とりあえず温存で。やってみようか。こうして、こう。お、すげえ！どうも、博士。どうしました？博士、いいニュースだ。でも行きなさい。今。なんだ？これは起死回生のチャンスだ。早く見せたい。本当に、食事の約束があるからその後でいいですか？食事は後だ。今すぐに見せたいんだよ。あー、オーケー。すぐ行きます。なんか嫌な予感するな。これって仕事復活ってこと？じゃあ寄ってみるか。ちょっとだけね。おっと、博士。オクトパスなっちゃうよ。だ、問題山積みすぎん？スパイダーマンの話上、オットー博士は絶対ああなっちゃうだろうからさ。やだね。どうなるんだ？何が起こるんだ？起死回生とか言ってなんか絶対失敗するやん。
なんかフラグが立ちまくってて、どうも博士、わかりやすいかもしれん。逆に、すぐに行くよ。え、うわ、新しい機材だらけ。あ、こっちか。この機材どうしたんですか。いろんな人に土下座してね。土下座？金を借りた。また一からやり直すんだよ。だが今回は成功させてみせる。土下座はこれあれ翻訳の問題じゃないの。海外ないっしょ。これを一人で。まだ始めたばかりだ。実はあれから人工装具のあり方を考え直してみたんだ。体をただ元に戻すのではなく、前よりいい状態にすればいい。よし、これでうまくいくはずだ。何？いいかね。あ、でも4本足足す感じじゃないね、まだ。滑らか。何？平気ですか？何？くそ！2本のスティックじゃ難しいんだよ。ボタン増やせ。ノーマンのせいだ。奴のせいで。性格が。博士の一票を失ったのは確実。すみません。つい空気を読まずに趣味の悪いジョークを。今のはなかなか笑えたよ。私こそちょっと大げさすぎたな。いえ、気にせずに。あ、博士は休んで、僕が片付けと次のテストの準備をしておきます。聞いてもいいですか？市長と昔何があったんです？大学でラボのパートナーだったんだ。意気投合してね、一緒に会社を始めた。世界を変えてやるぞってね。だが違う世界を夢見てたんだよ。え、創立メンバーだったんですか？オズコープと呼ばれるのには訳がある。大学院で私たちはオーズと呼ばれてた。それにコープをつけただけ。覚えやすいだろ。なぜ辞めたんです？ノーマンは遺伝学に執着するようになった。私の倫理に反するプロジェクトを立ち上げ、しかもそれがとにかく裁判沙汰になって、示談と引き換えに会社を去ったんだよ。なんか知ってるな、これ。その金もすぐに底をついて、以来助成金頼みだ。このプロジェクトが失敗したら必ず成功します。これ直してきますね。コーヒーを入れてくるよ。制御装置の診断を忘れずに頼むよ。ショートしたかもな。なるほどね。オズコープとオクタビアスでオーズなんだ。まずいな。回路をリルートしなきゃ。リルート全部取るか。取れるやつはこんだけか。こっちは取れない。上か下どっちかしか通れないっぽいんで、下でめっちゃプラスにして、上の真ん中のマイナスで帳尻合わせみたいな感じで、今プラス9だからマイナス4で OK？いけましたね。いや、今度は君がやってみなさい。絶対コーヒー入れないといけないのこれ。うまくいった。次は神経インターフェース。博士一人でやるなんて無理ですよ。本気ですか？今日の大失敗を考えると無理だな。僕ならまだフリーですよ。ただ働きだぞ。分かってます。そのことは気にしないで。世界を変えるんですよ。小銭なんてどうでもいい。共に世界を変えよう。
操作うまくね。明らかあれ2本のスティックしかさ使ってないよね。無理じゃない。あ、そろそろ行かないと。後でまた来ます。大丈夫、仕事は逃げたりしない。何作んだろうね、料理。 MJ とデート。あ、すごい、ホームカミングだわ。見た、みんなホームカミング。ホームカミングの話したいけどネタバレになるかもしれんからな。ちょっとなんかちっちゃいんだよね、あのトム・ホランドのスパイダーマン。子供だからさ。電話に出られなくてごめん。夕飯食べるよね。夕飯？ああ、そっか。他の用事で電話したんだけど、夕飯の時に話そう。男だな。僕が作るってことでいいんだよね。本気で？まあ、チャレンジさせてあげる。スーパーでちょっと買い物して、家に着いたら連絡するね。オッケー、またね。ハトハトハト。よし、腕の見せ所。あの様子だと。ハードルは低そう。電話来るまでお助けマンしてこよう。よし、オッケー。お家に帰ろう。あ、リサーチトークンなんだこれ。今思うと。お、犯罪。犯罪犯罪。ポイント稼ぎ。こんなとこでドラッグストア開店する気？うい。うい。ねえ、でもさ、薬ってまずくない？そういう大人の薬は特にね。胸を折られてもメソメソするんじゃねえぞ。シェイ。いる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 。待て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 。フォトモード。かわいい。めっちゃかわいいぞ。え、自撮り？自撮りモードあるの？やべえ。保存しとこう。よいしょ。ほい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 。オッケー。実際フィスクは秩序を守ってたのか。今日という日が訪れるたびに、皆が英雄ジェファーソン・デイビスを称え、彼の死を嘆き悲しむことだろう。だが二度とこんな悲劇を起こしてはならない。私は何でもかんでもスパイダーマンのせいにすると言われてきたが、これだけは言える。爆破は威圧のせいじゃない。あの卑劣な行為で責められるべきは他でもない実行犯だ。だがニューヨークの安全を守るためにはスパイダーマンのような手に負えない輩を許すわけにはいかん。神に誓って今こそ街を取り戻そう。あ、言うこときついけどちゃんとしてんだな。ん？ダメか。これハト捕まるの結構大変。次こそは捕まえる。あー、逃げられちゃった。 MJ からの電話が来るまで。あとあのブラックキャットもなんかあるね。あれ気になるな。犯罪やってから行きますか。どこだ。うい。フィニッシュムーブ。駐車場で小競り合い。ほんとニューヨークって感じ。うい。ベブボムに変えて。よいしょ。待てよ、なんか掴める。掴んでいく。避けて、なんか車来た。増援かな。よいしょ。待てよ、相棒呼んで。これマジ強え。うい。ドアぶん投げ。あー、待てよ、罠使うか。罠これでも食らえ。あれ MJ、 お待たせ、買い物終わったよ。何作ってくれるか楽しみ。感動させるよ。倒れた敵のとこに罠置いて。絶対食らう罠。ひげえな。レベル上がるの早いな。楽しい。これか。これはここでカメラを起動するのか。あ、違うな、三角ボタン。またカメラ。ブラックキャットか。他の男に会ってるからって焼いちゃってるの。
だといいけど。でも悪者は私のタイプじゃないって知ってるでしょ。どこだ。コントローラーが振動するんだっけ。なんかね、ブラックキャットはね、他の漫画のシリーズでね、なんか付き合ってたことがあるんだって。あー、これだ。にお、何企んでるんだフェリシア。絶対捕まえてやる。よし、なんかさっき犯罪あったよね。消えた。消えちゃった。このさ、ポイントチップからのバツボタンの加速めっちゃ速い。なんかいた。僕のためにそこまでするの。ういういうい。待て、インパクトに変えて壁際のやつを倒したいな。待て待て待て、お返しします。インパクト、インパクト、やべ、盾持ち。うえ、エレクトリック。待て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 、ボタン間違えた。やべ、待てよ、相棒呼んで。フィニッシュブー使って、よいしょ。ほい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 。オッケー、インパクト一発使って。え、自爆した今このおじちゃん。ねえ、バカじゃないあんた。ねえ、壁に向かってロケラン撃っちゃ自爆するよ。そりゃそれはないわ。罠でも使おうかな。罠使おう。罠を使って、よいしょ。あー、ダメだこの辺。もう罠の使い方じゃねえ。よいしょ、これか。待てよ。はい、バイバーイ。おお、すげえ、見た。汗びっしょり。壁に張り付いた。やべえな、スパイダーマン倒し方えげつないわ。うい、ここね。ピーター、ねえ聞いて、大ニュース。あなたがくれた住所行ってみた。 MJ 分かってる。でもこれ見て。これ何。まあ聞いて。これあれか、 MJ パートじゃない、この感じは。ここがピーターの見つけた場所。みんな揃って銃を持ってる。ここ何なの。ステウス系か。いや、なんかいるやん目の前。早速あのオフィス、リーにつながる何かがあそこにあるかも。戻らないと。ああ、今のは。ったく、片付けもできねえのは誰だ。すげえ、なんかラジコンみたいなネズミが。これ何。オブジェクトを動かしておびき寄せる。だったぜ。マーティン・リーがボスに金を。いや、俺たちがこの化け物を作り、リーはボスの事業に出資する。ボスがお呼びだぞ。やべ、怖え。あのオフィスに入らなきゃ。ボスが見たら切れる。どうやって入るんだ。こっちか。何作ってるんだろう。すべてリーのため。慎重に。あ、ガラスの上歩くとダメなんだ。あららららら、ららら、きたきた、きたきた親父です。どこ行くんだろう。え、四角ね。なんでバレてないのこれ。これを落として、なんだいこの缶に行く。キタキタ親父です。イライラ棒じゃん。イライラ棒タイム。オッケーオッケー。いや、何使うのね。確かに。どこにあった。なんかさ、あのオーストラリアとかさ、大陸系のなんか採石場とかでさ、めっちゃでかい重機あるよね、あれ系。なあ、誰かドライバーソケット持ってないか。やべ、来た来た来た。これ何。ポチッとな。新品の電ノコはいつ届く。あ、あ、やべ、デッドバイデイライトだ。デッドバイだこれ。デッドバイ。何だろう。
もしかして軍用品だったりして。やだ。オフィスは右側にあるはず。ここは慎重に行かなきゃね。はい、なぜバレない。うわ、何、どっち行くの。世界、いや、なぜ気づかない。あのドラム缶、なんか意味ありげ。アルケマックス。アルケマックス、聞いたことある名前。中身は何。ボス、頼む、リーは気づきゃしねえよ。うわ、トゥームストーン。トゥームストーン、そうだな、リーク。ミスがなけりゃ気づくもクソもねえ。チクショー、直すって言っただろう。大した度胸だ。どうなるか試してみろ。え、うわ、防弾？まったくがっかりだぜ。うわ、うわ、今の音やば。え、怪力。溶接口を探しとけ。調べなきゃ。ハイパー怪力男か、トゥームストーン。え、これやん、こいつやん。さあどうだ、これか。何かあったのか。本当だよ。音でかくね。やった、潜入成功。お、設計図、青写真。これって装甲車。装甲車、リーのために作ってるんだ。でもなんで。そう、見つけた。何これ。 GPS 発信機。あ、さっきのやつか。トゥームストーンはなんでこんなものを。よし、野郎ども、来たぞ。やべえ、そろそろ行くぞ。オフィスからギアを持ってこい。行かないと。あ、バレてない。 MJ、 どうせ二度とするなって言ってもきっと君は聞かないだろうから、ほら、次はそれ持ってって。やった、ありがとう。トゥームストーンはイカれてて無敵って知ってるよね。誰でも弱点はあるでしょ。私の場合、今作ってるその料理、すごくいい匂い。チキンカレー、ああ、あとは煮込むだけ。まさか肉団子入り。あの時のことまだ根に持ってるの。うん。かの有名な肉団子事件。ビルの住人全員避難させたよね。しかも寒い1月にご近所さんに嫌われた。うん、みんな別れたこと喜んでた。だよね。それでリーのオフィスで何が分かったの。リーがノーマン・オズボーンを恨んでるのは確か。でもなんで。まだ分かんない。でも次の計画にデビルズ・ブレスが絡んでる。何なんだろう。ええ、調べておく。あれか、なんかリーが使おうとしれつか思ったんだけど、チーム組まない？え、助手になりたいってこと？君がスパイダーガール？スパイダーウーマンだよね。違う、助手じゃなくて。ネーミング。パートナー。ああ、またかよ。ピーターはさ、あれだよね、パートナーとかじゃなくて恋人に多分戻りたい。かっけえな、取り方。うん、聞いたことある。ああ、オズコープの CFO。 待って、ねえ、これってリーに何か関係あるんじゃない。料理途中だけど。ね、もしかしてキッチンに洋服脱ぎ捨てたの。ああ。鬼嫁。どこに置けばいい。もう
ソファーで平気。また後でね。うん。いや、飛び出し方いいな。プールに入るんかってぐらい飛んでくね。うわ、かっこいいな、これも。色合い、ライティングがいいな。ちょ、なんかテカってる感じがいいね。いや、MJ。このカレー美味しい。チャールズ・スタンディッシュについて何か分かった？オズコープの最高財務責任者。独身。アートコレクターみたい。リーに狙われてるならデビルズ・ブレス絡みのはず。あのファイル徹底的に調べておく。何か分かったらすぐ教えて。今度は視聴者の時よりヤバいこと計画してそうだし。私たちこの関係ってパートナーってことよね。パートナーね。なあ、いいよ。それじゃまたね、パートナー。待て、あのハト絶対捕まえる。やべやばいやばいやばい、ちょっと頼むよ。あいつを捕まえて気持ちよく今回の動画終わりたいんだよ。実を言うと街が危険だ。やったー。発言は大げさだって思ってたの。やったぜ。爆破テロを見てあなたが正しいって気づいたわ。みんなそう言い私を祝福してくる。だが祝福なんぞいらん。どれだけ自分が間違っていればと願ったことか。そうじゃなきゃ権力のある人間が私の言葉に耳を傾け手を打っていたらとな。だが彼らは何もしなかった。聞く耳など持つはずがない。君や私のような思慮深い市民が声を大にして言わない限りな。さあ立ち上がり町を取り戻せ。そうして本物の正義を取り戻せ。ああ、それからこの番組を毎日聞け。ジェイムソン。じゃあね、スパイダーマンでした。あとなんかね、このスパイダーマンのゲームの漫画版が、アメコミか、なんか出るらしいよ。うん、楽しみだね。日本語版が出れば買ってみたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。スパイダーマンでした。次回は空き巣を調査していこうと思います。また会おう。